続いて田中君の質疑は終了いたしました。次に茂木敏充君。茂木君、自由民主党の茂木敏充です。平成23年度の予算、そして民主党のマニフェストについて質問させていただきたいと思います。政府の経済財政の中期試算によりますと、2020年度には公債の残高、名目成長率が 3% 以上の成長シナリオでもですね、193%、名目成長率が 1.3% 程度の伸長シナリオで言いますと、220% を超えると、こんなふうに試算をされております。伸長シナリオでは、20年度には政策財源が23兆円不足してくる。消費税にすると 9% を超える、こういう大きな額であります。そこで国債の発行についてまずお聞きをしたいと思います。民主党政権になって平成22年度23年度と連続で44兆円を超える過去最大の国債を発行しております。44兆円、これは総理の指示ですから、なぜだか端的にお答えください。菅直人内閣総理大臣。総理の指示ですから、総理がお答えください。22年度、23年度と連、委員長、手挙げて、はい、茂木君。22年度、23年度と連続して国債の発行が44兆円、過去最大となっております。この理由がなぜかと、これをお答えください。菅直人内閣総理大臣。ご承知のように、政権交代1年半前の時点、リーマンショックのまさに直後というか渦中でありまして、で一方では税収が非常に下がった中で、一方では景気に対しては一定程度刺激的な政策を維持しなければならない。しかしさらに言えば、今ご指摘もあったように日本の財政の健全性というものはかなり厳しいところにある、そういうところを考えて、来年度予算に関しては昨年の政権運営戦略の中で、一般的な歳出については71兆円以内、そして、国債については約44兆円以内という、そういうことをあらかじめお約束いたしましたが、そういうギリギリの中で、組ませていただきました。ご指摘のとおり、決して、税収よりも国債が多いということが普通の姿とは思っておりませんが、今の経済の情勢を考えますと、ギリギリのところ健全性と同時に、成長雇用の拡大に向けていくためにこうすることが必要だったと、このように考えております。茂木君。何をおっしゃっているのか全く分かりません。お答えの中でですね、唯一あったのは税収が不足したと、こういうことだと思うんですけれど、図の1をご覧ください。確かにですね、平成、21年から22年にかけまして、税収は9兆円落ち込んでおります。しかし、公債の発行、これは11兆円増えてるんですよ。プラス2兆円ですよ。そして22年から23年、税収の方は4兆円上がってるんですけれど、国債の発行額は一緒じゃないですか。6兆円違いますよ。どうなってるんですか。野田財務大臣。いわゆる税収よりも新規の国債発行が多くならざるを得ないという事態は、委員もご指摘のとおりですね、決算ベースでは平成21年度から出てまいりました。
でその後、必死に努力をしながら、その差を埋めるべく努力をさせていただき、平成22年度では7兆差、そして平成23年度は3兆差まで縮めてきていますけれども、その要因というのはやっぱり国債がずっと蓄積をされてきたことによる国債費が増えること、あるいは社会保障の自然増等で超単位でやっぱり増えざるを得ないという形になっています。茂木君。総理も財務大臣もですね、財政の基本のことが全くお分かりになってないんじゃないかな、答弁を聞いて、そんなふうに思いますけど、何の財源が確保できて、何の財源が確保できていないのか、全く今の答弁じゃ分かりません。もう少し具体的に聞いていきますね。まずですね、平成23年度の予算案では、一部マニフェストの施策も含むですね、元気な日本、復活特別、2兆1000億円だと思いますが、作っておりますが、その財源の一部としてですね、事業仕分けの反映等による予算要求後の歳出削減、1兆円が充てられると、こういうふうになっておりますけど、この歳出削減、1兆円の内訳はどうなっているんですか。総理がお答えにならなければ財務大臣でも結構です。野田財務大臣。早くしてください。野田君。野田君。ですね、1兆円、事業仕分けで、確か 0.3 兆だったというふうに思います。で、その他、資料の4ページですよ。資料の4ページ。財務省の資料の4ページ、財務省の資料の持ってる、財務省の資料持ってきてあげたら、4ページに出てるから。ちょっと待ってください。教えてあげたよ、事務方。委員長。はい、茂木君。お時間がないようなので、私の方から申し上げます。1兆円の内訳、確かに3000億はですね、無駄の削減なんですよ。ところがですね、残りの7000億、これは無駄の削減とは全く関係なくてですね、国の地方交付税負担金、これが減ってるんです。つまり地方税収が増えたためにですね、交付税特会の方から国に入れるんですけれど、地方に行く分が7000億浮いてる。これを全体でですね、無駄の削減と言ってるわけですよ。明らかに水増しじゃないですか、それは。水増しでしょう。事業仕分け等による無駄の削減、1兆円と言いながら、無駄の削減は3000億、そして7000億は何にも政府が努力してないけど、たまたま浮いた額が7000億と、こういうことじゃないです。もう一つ聞かさせていただきます。ちょっと図の2をご覧ください。これ去年、平成22年度のですね、マニフェスト工程表の、使用事項の、財源確保という、財務省の資料であります。図の2ですね。平成22年は財源確保の内訳が、一つが、公益法人との基金の返納、これが1兆円。そして2番目に、要求段階からの歳出の削減が1兆円。そして3番目に要求段階での削減が 1.3 兆円。非常に大きく書かれているんですよ。ところが23年のものを見るとですね、財源確保についてはパネルにできないぐらいですね、小さく脚注に書かれているだけなんですよ。脚注にどう書かれているかというとですね、22年度実施分の財源 3.1 兆円は歳出削減等により確保と、23年度拡充分 0.6 兆円は歳出削減 0.4 兆円および税制改正 0.2 兆円により確保と、こういうふうに書かれているんですけど、ここで問題になりますのはですね、一番上の1年限りの公益法人との基金の返納です。平成22年は確かにですね、1兆円ありました。ところが平成23年は2000億を切ってるんですよ。そうすると、財源の捻出が 3.3 兆でなくて、3.1 兆であっても6000億円穴が開きます。この6000億円はどう埋めてるんですか。野田財務大臣。平年度ベースでいくと 年少扶養控除の平年度化で6000億円埋まるということです。茂木君。後ろからきちんと答えていただいておりる。つまりですね、扶養控除の廃止なんですよ。家計への増税を
家計へのばらまきの財源にしているわけですよね。だから今回は大きく堂々と書かないで小さく脚注にしていると。例えば交付税で浮いた分を無駄の削減のように言ったり、家計への増税を埋蔵金の活用の方に活用のようにですね見せかけたり、財源確保の偽装、言ってみるとですね、財政っていうですね国の屋台骨の、まあ、偽装なんですよ。しかし小さなところは確かに財務省が知恵を出してですね辻褄合わせ小さな数字はしています。しかし一番大きな矛盾、冒頭申し上げたですね財源が確保できたはずなのに、なぜ22年23年と6兆円以上の国債の発行となったのか、辻褄合わせ説明ができないんですよ。どうすれば一番分かりやすいか、図の3をご覧ください。図にありますように平成22年度と23年度で税収を上回って 5.8 兆円の国債を増発して、ほぼ同額のマニフェスト 6.6 兆円を実施しているということなんですよ。つまり家計への直接支援を柱としている民主党の財源、民主党のマニフェストの財源は将来への借金の付け回しということじゃないですか。マニフェストをやめていれば国債は増発する必要なかったじゃないですか。いかがですか総理、総理いかがですか。野田財務大臣、少し数字の面をきちっとして答えてください。今の図3で、ご説明をいたしますと、平成22年の 2.3 兆の国債増発額、これ裏付けはですね、社会保障の自然増が 1.1 兆、国債費増が 0.4 兆、決算不足補填繰り戻しという事例がありました。これで 0.7 兆、合わせて約 2.3 兆ということです。で加えて、その上の平成23年の 3.5 兆ですが、これ平成22年に比べて税外収入が減りました。平成22年度が過去最大規模の 10.6 兆だったんですけれども、23年度をご提起したのは 7.2 兆です。その差額分が約 3.4 兆という形で出ています。茂木君。税外収入まで入れて言うんでしたら、平成22年度、税外収入が 1.5 兆増えてます。1.5 兆増えてます。平成22年度は。そうすると国債の発行分 2.3 兆と 1.5 兆を合わせると、3.8 兆どこ行ったんですか。野田財務大臣。野田財務大臣。3.8 兆でありますけれども、社会保障の自然増、先申し上げた 1.1、 国債費増 0.4、 決算不足補填繰り戻し 0.7 で、交付税増 0.7、 税外収入でつないだ歳出増プラス 1.1 ということで 3.8 でございます。茂木君。国債の増減の話で見ても、それから失礼しました、税収だけで見ても、税外収入を入れても、今の答弁を聞くとですね、例えば社会保障の自然増のお金が出ない、それからまた国債費の増加の部分が出ない、それからそのなんていうか、特定財源から繰り入れが減っていると、まあ、こういう財源が出ないから借金をしました。一方でマニフェストの財源は確保しましたからばらまきました。順番は逆じゃないですか。本来やるべき社会保障の自然増であったりという国債費の増、これについて政府としてしっかりした財源を確保した上で、さらに財源が確保できるんだったらマニフェストをやることは何の問題もないですよ。ところが本来の仕事ができてないのに、マニフェストの財源だけですね出たような形でばらまく、全く本末転倒じゃないですか。総理いかがですか。菅直人内閣総理大臣。マニフェストの財源についてですね、いろいろご指摘がありますけれども、私どもが理解をしているというか申し上げているのは、いろいろな無駄の削減などを含めて、捻出した範囲内でマニフェストを実行しているというのが基本的な姿勢であります。でその具体的なことを申し上げますと、事業仕分け等でですね、平成22年には 2.3 兆、23年には 0.3 兆、でこれは上乗せになりますので合わせて 2.6 兆、さらにはこの税制改正等で
22年度が 1.1 兆、23年度が 1.2 兆、合わせて、ですから 1.3 兆、これを足したものが 3.6 兆で、これが主要事項の、マニフェストの主要事項の財源に当たっているのであって、今、茂木さんが言われたような構造にはなっておりません。茂木君。総理、財政の基本というのは全くご理解されてないんじゃないかな、与謝野さんも苦い顔で聞かれてますよ、これからいろいろ教えていただいたらいいんじゃないかなと思いますけれど、私が申し上げているのは、先ほどからの答弁を聞きますと、社会保障の自然増、毎年 1.3 兆出てくるんでしょう、それからまた国債費の増、これが今年は 0.9 兆ですよ、こういった財源が確保できてない、だから借金はしました。国債は増発しました。その一方でマニフェストについては財源を確保したから 3.1 兆、3.6 兆とやりましたということなんです。逆じゃないですか。国としてはまず社会保障の自然増とか国債の増、こういった基本的なところに財源をつける。そういうことができた上でマニフェストをやるということだったら文句は言いません。こっちの基本的な部分ができてないのに、マニフェストの財源だけ確保できたからマニフェストはやった。しかし借金は増えてます。こんなことじゃ説明にならないでしょうっていうことを言ってるんですよ。もう一回基本と説明してください。それ言ったら。野田財務大臣。まさに純粋な財政論としては、茂木委員のおっしゃる通りだと思うんです。国債費にどう手当てするか、社会保障の自然度でどう手当てするか。で、一方で、財政と、そして成長の両立という、そういう観点から、マニフェストの部分で、国民生活を重視し、そして成長に資する分野にお金を当てていくという、そういう判断の中での、バランスを取った対応ということでございます。茂木君。財務大臣の方が率直ですね。財務大臣の方が率直ですよ。基本的にやっぱり本来のことが残念ながらこの1年半、政権交代してからできていなかったということを認めまってます。総理はやっぱりですね、国の財政っていう基本的な部分に対する責任感というのは私全くないんじゃないかな、そんなふうに考えるところであります。この部分までですね、いかに民主党の財源確保策がいい加減か、そしてまた財政に対するですね、取り組みが責任感が欠けているか、こういうことははっきりしたと思います。また後でやりますけれど、少しご静粛にお願いします。質疑者の質疑や答弁が聞こえる範囲で発言をしてください。はい、茂木君。歳出の議論に入っていきます。委員長ありがとうございます。民主党のマニフェスト、ちょっとですね、図の4をご覧ください。実施面でも非常に大きな問題があるんですね。ただ、民主党のマニフェスト、その構造っていうのを見てみるとですね、一見もっともらしいんですよ。この図の4はですね、民主党のマニフェスト、分かりやすくグラフ化したものなんですけれど、まず4年間でですね、マニフェストの 16.8 兆円、一番右下の数字をやると。完全実施すると。ただ最初から全部できません、いうことでですね、年度ごとの実施額、1年目が 7.1 兆、2年目が 12.6 兆、そして 13.2 兆、順次増やしていく。そしてマニフェストにもありますとおり、また昨年ですね、鳩山前総理が国会答弁でも明確に言っているように、必ず実施する主要発生策、例えば子ども手当であったりとか、高校の無償化、そして暫定税率、高速道路の無料化、こういった必ずある、いわば絶対公約、この絶対公約とですね、その他の施策として財源を確保しつつ、順次実施するもの、努力目標、こういった形で分けてるんだと思うんですよ。努力目標ができないことについては、私は申し上げません。じゃあその絶対公約がどうなっているか、いうことでですね、図の5をご覧ください。このですね、必ずやるはずの絶対公約、8項目の実施状況、これを見てみますと、平成22年度が 7.1 兆円やるっていうのに対して 3.1 兆円ですから 44%、
23年度に至ってはですね、12.6 兆円に対して3.6 兆円と、わずか 2.8% の実施にとどまっているわけで、28% の実施にとどまっているわけですよ。努力目標ならまだわかるんですね。ところが毎年必ず実施するといった絶対目標すら守られてないと。総理、これ明らかに公約違反じゃないですか。菅直人内閣総理大臣。まずマニフェストについてですね、私は主要な項目についてはかなり実施されておりますし、また着手をされているものもたくさんあります。ここには今お聞きになりませんでしたので、ここには申し上げませんが、その上でですね、金額的に、おっしゃった点は確かに、我が党のマニフェストで、当初 7.、平成22年度で 7.1 兆円の財源を捻出してということで考えておりましたが、確かに結果としては 3.3 兆円のうちから 3.1 兆円を実施をいたしました。しかしそれによって子ども手当についてもスタートいたしましたし、所得農業の個別所得保障もスタートしましたし、高校の無償化もスタートしましたし、それぞれ私はこれまでの政権ができなかった大変画期的な政策がスタートをし始めたとこのように思っております。そういった意味で平成23年についてもですね、そういった方向で進んでいるわけでありまして、私は基本的な方向としてはマネーストは進んでいると。ただそろそろ衆議院の任期の半ばが今年の秋には来ますので、その中でもできたもの、あるいはこれからもしようとしているもの、あるいは中にはこれはなかなか難しいというものにも含めて検証を行って、そういったものについては国民の皆さんにきちっと説明をしていきたいとこのように考えております。茂木君。具体的数字で申し上げました。具体的数字で申し上げました。初年度が 44%、 初年度が 44% 進んでるっていうんだったら2年度目は 44% より上がるんじゃないですか。それが 28% ペースダウンですよ、明らかに。これでかなり進んでる、国民の皆さんはとてもそういうふうには思えないんじゃないかなと私は思います。さらにですね、心配なのは来年以降どうするかということですよ。例えばその無駄の削減と予算の組み替えによる財源の捻出、もともと10兆でも20兆でも出るって言ったんですけれど、平成22年がですね 2.3 兆、それが23年は 0.4 兆に大幅にペースダウンですよ。事業仕分け、蓮舫さん頑張ってるからかもしれませんけれど、22年は 0.6 兆が今年は 0.3 兆半減してるんですよ。それから埋蔵金も枯渇してきてる、個人増税にしてもおそらく限界、1兆から 1.2 兆、そうなるともう24年はできないじゃないですか。明らかにこれはマニフェストの限界、財源面でも実施面でもマニフェストそのものが破綻してるんじゃないですか。総理いかがですか。菅直人内閣総理大臣。いや、今申し上げましたようにマニフェストについて主要項目、いくつかご指摘もありましたけれども、子ども手当についてはご承知のように初年度月1万3000円を来年度は3歳児まで2万円という形で実行しておりますし、農業の個別所得保障も初年度に比べて拡大をしておりますし、高校の無償化も進んでおります。そういった意味で基本的な方向としてはマニフェストを順次実行しているわけであります。ただ先ほど来申し上げましたように、初年度もできなかったガソリン税のいわゆる暫定税率のを引き下げることができませんでしたし、そういったものについてこの今年の秋頃までには
もう一度全体を検証した上で、さらに進めるもの、そして、今実行中のもの、中にはどうしてもこれは難しいもの、それらをきちっと国民の皆さんにお伝えしたい、そういう方向でありまして、いずれもこのマニフェストに掲げたものは従来の政権ではなかなか取り組めなかったものでありますから、そういうものを進めているということはぜひご理解をいただきたいとこう思っております。茂木君。1年半前の夏、皆さんはですね、マニフェストは国民との約束、4年間で必ず実施します、こういうことを言ってたはずです。それに期待をした多くの国民の皆さんも多かったと思います。そしてマニフェスト、私も改めて全部読み直しましたが、折り返し点で見直しをする、こんなことは一言も書いてないんですよ。途中で見直しをする、そのこと自体がマニフェスト違反なんですよ。じゃあ先ほどですね、子ども手当とか暫定税率お話をされましたんで、具体的に見てみましょう。マニフェストの使用額で所要額の大きいもの3つ、図の6ですけど、まあ、取ってみました。具体的に見ましょう。まず子ども手当、今の段階で予算面での実施率は 40% です。満額支給するはずが断念する。そして児童手当は廃止するはずだったんでしょ。そして新しく作るはずだったのが児童手当に接ぎ木をする。さらにはですね、地方負担なしですよ、国で全額やりますよって言ったのが、一方的に地方に相談もなしに地方に負担を押し付ける、こういうことになってます。それからガソリン税、この暫定税率を廃止して減税をするっていう話だったんですよ。ガソリン値下げ隊どこ行っちゃったんですか、ガソリン値下げ隊は。それからその一方でですね、マニフェストには全くない消費税の議論まで始める、検討を始める。高速の無料化も原則無料化って言えば、国民の皆さんは自分の地域の高速道路も無料になるんだろうな、そういうふうに考えたと思いますよ。ところが実施率 8%、 一部の区間だけと4年間ですよ。全然できてないじゃないですか、全く。これが公約違反じゃなくて何なんですか、きちんと答えてください。菅直人内閣総理大臣。私はですね、同じ答弁をあまり繰り返しても申し訳ないと思いますので、少し言い方を変えますけども、つまりですね、子ども手当がその必要であるないという議論をぜひお願いしたいと思うんです。私はこれまで確かに高齢者について、いろいろ医療、年金、介護、いろいろと手当を高めてまいりましたが、少子化対策を中心とした、あるいは子育てを中心としたことには、必ずしもこの10年、それほど大きな力がいられなかった。児童手当はありました。そこでそういったものにもっと力を入れようということで、この政策をマニフェストに掲げたわけです。また農業についてもですね、農業についても、この20年で、かなり農業の生産の額が減っております。また66歳という平均年齢になっております。こういう形をどうやって再建していくかということの中で、農業個別所得保障という、ある意味では我が国にとっては画期的な政策を導入したんです。つまり質的に全く違う政策を導入したんです。確かに、リーマンショック後ですね、9兆円の税収が、麻生内閣が当初予算と見込んだ中でも9兆円の減収がありましたから、そういう制約がある中で、そういう本当に変えなければならない新たな政策を次々と打ち出し、それと同時に、
景気のことを考えたときには、やはり、財政出動をですね、あまり、緊縮財政にするのは出口に、出口政策を取るのは早すぎるという判断で、これだけの規模の予算を提案してるんでありまして、決して何か部分部分を取り上げてですね、指摘をされるんではなくて、この政策がおかしいのかどうかという中身のことをぜひご議論いただきたいと思います。茂木君。テレビでこの議論をお聞きになっている方、おそらくですね、質問と答えが全く噛み合ってないな、こういうふうにお聞きになっていると思います。私は真面目に具体的なデータを示して、例えばマニフェストの実施率が1年目の 40% が 28% に下がってますね。どうしてなんですか。おかしいじゃないですか。さらに申し上げると、この具体的な項目についておっしゃったんで、子ども手当はこんな状況ですよ、約束したことと違いますね、暫定税率もそして高速道路も違いますね、どうなんですかと聞くとですね、全く違った答弁をされる、苦しくなると逃げる、こういうもう逃げ感というのはやめていただきたい、こんなふうに思います。こういう状況、こんなふうに絶対やると言った絶対公約も守られない、民間企業だったら契約不履行で解約の対象ですよ、間違いなくそうですよ。じゃあ菅さんが子ども手当のお話をされました。子ども手当について具体的にお聞きしましょう。子ども手当について、民主党は一昨年の選挙ではですね、これまでの供給サイドの景気対策ではなく家計への直接支援の目玉、こういうふうに訴えてきたはずです、間違いないですね。ところが菅さんもですね、昨年の予算委員会で消費性向と常数効果、この関係について答弁に詰まると、いや家計への直接支援、消費拡大だけじゃないんだ、中長期的には少子化対策にも効果がある、こういうふうに答弁を変えてるんですね。そこで菅総理もこの1年消費性向についてはよく勉強されたと思います。昨年財務大臣当時ですね、菅さんは子ども手当の消費性向について3月の2日財務金融委員会で私が質問させていただきました。質問はですね、例えば子ども手当のように追加的に収入が入ってくる、追加的に所得が入ってくる、こういう限界消費性向については一般的な消費性向 0.7 と比べてかなり低くなるんじゃないですか、こういうふうに私が質問させていただいたのに対してですね、菅さんの答えは、こういう答えだったんですね、限界消費性向も消費性向 0.7 とほぼ同等になるというのが内閣府のいろんなモデルの中で推測している数字だ、こういうふうに菅さん、当時の財務大臣お答えになっています。ところがその後明らかになったことなんですが、図7を出してください。内閣府は一昨年の11月に子ども手当の使い道についてアンケート調査を行っています。発表はですね、なぜかですね、何ヶ月か遅れるんですよ。子ども手当の法案が通ってから発表と、こういうことになるわけですけれど、内閣府の調査、図の左側の方なんですけど、これによりますとですね、子ども手当で消費に回るのは7割どころか5割いってないんですね。しかも子育て関連の支出は4割を切ってる。さらに厚生労働省、昨年の9月の調査、右側の円グラフでありますけど、消費に回るのは 35%、子ども関連の支出は2割を切ってるんですよ。こういった内閣府、そして厚生労働省、この調査結果を見ると、限界消費性向、これも間違ってますね。それから子ども手当が景気対策と子育ての支援につながる、そういった当時の菅さんの答弁、間違ってると思いますが、訂正して撤回されたらいかがですか。菅直人内閣総理大臣。まず基本的にこのマネーストにこの子ども手当を盛り込んだ、子ども手当を聞かれてるんですから、その原則をまだ申し上げてるんです。子ども手当を、いやいや、だからちゃんと申し上げますから、子ども手当を盛り込んだのは必ずしもですね、景気対策を中心に考えたというよりも、まさに福祉のあり方として先ほど申し上げたように、
子どもについて、あるいは少子化の状況に対して、やはりしっかりとした対応が必要だというところから、このことの政策が出てきたわけであります。確かにそれに加えて、そのことによる経済効果について議論があったことはよく覚えておりますけれども、この政策の基本のあえて第一を言えと言われれば、それは子どもを育てることに対して社会で、やっていこう、あるいはそれを広げて言えば少子化対策ということも含めてやっているわけでありまして、それが第一の目標であって、それに加えて、結果として経済にもプラスになると、こういうことで申し上げたわけで、決して私はですね、何か経済がこうだからというだけでこの政策を打ち出したのではないということは明確に申し上げておきたいと思います。正直ですか、茂木君。まあ、委員長もですね、よくお分かりのようにですね、全くお答えになってないんですよ。全く答えてない。もう一回言います、質問に答えてください。限界消費性向が 0.7 とおっしゃった。ところがこのアンケート調査を見る限り、限界消費性向はそんな高い数字にはなりません。それから子育ての支援に効くということですけれど、内閣府の調査でも子育て関連の支出は4割を切ってます。厚生労働省のものでは2割を切ってます。明らかに違うじゃないですか。この2点についてお答えください。神奈本君、特に 0.7 云々のことについて、お答えをください。まあ、この消費性向に関してですね、一般的にはこの平均消費性向が当時お答えしたのは 0.7 であって、それがほぼ限界消費性向と一致をするということが一般的に言われていた、まあそういう学者や、あるいはこれまでの官庁エコノミストの中で言われたことでありましたので、そういうふうに当時お答えしたことはその通りであります。確かにこの数字からするとそこまで、まだ出ていない、まあ、こういうアンケートが出ておりますが、まあ、もう少し長い目で見ないとですね、確かにまだ初年度でありましたし、まあ、率直に申し上げて、これが継続されるかどうかということに対しても、もしかすれば国民の皆さんがまだ、ある意味で不安を感じておられるかもしれません。まあ、そういった意味で、貯蓄の方に回っているかもしれませんが、安定的にこれが支給されることになれば、私はもっと子どものために使っていただけるんじゃないかと、このように思っております。茂木さん、まあ、総理自らですね、子ども手当を将来的に続けられるか続けられないかと不安がある、国民もそう思っている、まあ、お認めになったんだと思います。もう一度言います。もしですね、消費性向、限界消費性向が 0.7 だと、0.5 ではない、そういう数字をお持ち、データをお持ちでしたらお示しをください。違うんでしたら間違っていたと素直に認めてください。菅直人内閣総理大臣。今申し上げましたけれども、平均的な、いわゆる平均消費性向が7割程度で、当時私が申し上げたのは、それ以外の限界ということについては特にストレートにはありませんでしたので、この平均消費性向を限界として考えているということを申し上げたんです。茂木君。当時はそういう答弁をされてません。議事録も私はもう一度精査をしました。限界消費性向についても平均的な消費性向 0.7 とほぼ同等だと認識をしております。こういう答えです。ですから一緒だと言ってるんです。一緒じゃないじゃないですか。ですから違うなら違うと正直に認められたらどうですか。菅直人内閣総理大臣。いや、今茂木さんが言われたような表現を細かくは覚えてませんが、そういう答弁をしたとして
何か問題ありますか。つまりは私が当時そういう認識をしてたということを申し上げたわけでありまして、で現在この調査の結果が違っているということは、先ほど申し上げたように他の要素が入っているのではないかということを申し上げたんです。茂木君、申し上げますが、総理に申し上げますが、数字を言ってますから、この数字に対して総理がきちっと答えてください。問題あるじゃないですか。はい、問題ある、問題ある。菅直人君、ですからもう一度若干整理をしてお答えしますと、その平均消費性向が 0.7 であって、1回目の子ども手当についてですね、私は限界消費性向もそのくらいになるのではないかと言いましたが、確かに現在そうなっておりません。ただその理由は、先ほど申し上げたように、これが安定的に継続されることになれば、これをある程度当てにしてですね、場合によったらもう一人子どもさんを産んで、そこに費用を使おうということになるので、最終的にはこの平均消費性向に近づくというふうに私は見通しとしては考えております。茂木君、総理、消費性向についてもう少し勉強されたのかと思ったんですけれど、毎年きちんと入ってくるから一般的な消費性向なんですよ。追加で入るから限界消費性向なんですよ。だからあえて限界消費性向でしょと、1年目はと。だからその限界消費性向はどうなるんですか、私は聞いたのに対して、限界消費性向も一緒だというのがあなたの答えだったんですよ。そしてほぼ同等、 0.7 が 0.5 に下がってる。だから限界消費性向は明らかに総理の言ってた数字と違うじゃないですか。数字が違うんですから認めてくれれば結構なんですよ。それ以上突っ込みませんから、間違ってましたと訂正をします、おっしゃっていただければ結構なんですよ。菅直人内閣総理大臣。茂木議員がおっしゃっているのは、この表で貯蓄が 48.2 ということを指摘をされて、つまりは約半分が貯蓄をされたんだから半分しか使われていないと、まあ、それがその限界消費性向という意味で 0.5 でなかったかと、そういうふうにおっしゃっているとすれば、このデータそのものからは確かにそういう結果だということは、私このそう思います。ですからそのことを別に否定しているわけではありません。このデータを否定しているわけではありません。ただ今後の2年3年4年になった場合についてのことを申し上げたわけで、このデータそのものはおっしゃる通りです。菅さん、これは実施前だろ、これこっちが実施ですか。茂木君、今のこっちはこれは実施前、これ実施なんだ。私は思うんですけれど、やっぱりですね、とりあえず間違った、一国の総理というのは真摯な姿勢が必要だと思います。人間ですから間違いはあります。そして間違えたときには改めると、それを言い逃れをする、言いくるめようとする、そういうところがやっぱり私は国民に見透かされるんじゃないかな、まあ、こんなふうに思います。申し上げているように、この数字を見る限り、これは内閣府の数字です。そして厚生労働省の数字です。私が作った数字でも何でもありません。で他に違う、さらに信憑性の高い数字があるならお示しくださいとまで言ってるのに、それはないと、おそらくないんでしょう、言えないんですから。他にあるんならお示しください、ないんならお認めください。政府でこの調査について説明できるのは誰？厚労大臣、説明できるの？止めてもあなたの時間に食い込むよ、12時で。いいの？
菅直人内閣総理大臣。そっちで話。いや、先ほど申し上げましたが、この、 2つ表を出して、データを出していただきましたが、一方は内閣府の平成21年11月ということは、これはまだ実施前の調査で、その次に厚生労働省が22年、昨年の9月ということで、ほぼ貯蓄の比率は同じようになっております。そういう意味で、おっしゃったとおり、私としてこの平均消費性向程度になるかと当初は思っておりましたが、少なくともこの厚生省の調査によってはですね、そこまでは行っていないということはおっしゃるとおりです。茂木君。4回質問させていただいて、ようやく費用を認めいただいたようであります。いや、それはそれで結構です。さらにひどいことがあるんですね。こんなに政策効果がはっきりしない、消費にはつながらない、子育ての支援にしても2割から4割ですよ。まあ、こういった子ども手当に、これからはですね、これからは消費税増税のお金をつぎ込むとまで、まあ、責任ある立場の厚生労働副大臣が言い出しています。本当に消費税増税のお金をこの子ども手当に突っ込むんですか。総理、お答えください。予算の担当大臣。税法の不足104条は、消費税を目的税とするということが書いてありまして、その中に列挙してありますのは、年金、医療、介護、そして子育てと。これが、税制改革の対象となると、そういうふうに書いてありますので、子育ては当然入るということになります。茂木君。子育ては入ると、まあ、いうことであっても、もう一回思い出してください。国民の皆さんから見ると、この1年半前のマニフェスト、選挙で民主党が当時強く全国で主張されてたのは、その供給サイドの景気対策じゃないんだ。家計を直接刺激をする、支援をする。そしてその目玉が子ども手当なんだ。そういう話をされたんですよ。そうすると、その子育てではなくて、この子ども手当に消費税を突っ込むと、しかも最終的には 5.5 兆円ですよ、それだけのお金を突っ込む、こういうことが私は問題なんじゃないか、こういうことを、まあ、指摘をしておきたいと思います。まあ、そこでですね、まあ、これまで財源確保の話しました。なんで結局これだけの、なんて国債の増発があったのか、どこに使ったのか、こういう議論になると、基本的なところは財源は確保できなかったけど、マニフェストは財源は確保できたからばらまいた。でも結局、その社会保障のお金が足んないから借金ですよ。本末転倒であったりとかですね、マニフェストについても、先ほど見たように、1年目で 40%、2年目で 28%、3年目以降はどう考えたって、それより低くなっていく。要するに、これまで何ができて、何ができてないのか全くはっきりしない、答弁を聞いて。そしてこれから何をやって何はできないのか、こういうことが全くはっきりしません。そこで委員長2点ですね、要求させていただきます。まず一つはですね、マニフェストについて何ができて何ができていなかったのか、今後は何をやって何は諦めるのか、政府としての検証結果、統一見解を今週中に出していただきたい、そんなふうに思います。今後のスムーズな予算審議の私は大前提だと思います。これが第一点です。もう一点はですね、これまでの議論を聞いて、今日は5時間の集中審議、そういう時間を取っていただきましたが、まだまだ議論は尽きない、そんなふうに思います。主な論点をカバーするだけでも相当時間がいるな。熟議の国会、こういうふうにおっしゃるんでしたら、マニフェスト、それから財源問題について、改めて集中審議をすることを求めます。ただいまの件は、午後理事会で十分協議をいたします。
なお集中審議についてはいくつかの点でご要求があり、それについては協議が始まっていると承知をいたしております。茂木君。それで総理のお好きなですね、第三の道にちょっと入っていきたいと思います。総理は第一の道、第二の道、第三の道という中で、2000年代に入って、第二の道で、日本は過度な雇用調整を進め、それにより経済は低迷を続けた、このように説明をされています。例えば昨年6月のですね、所信表明演説では、2000年代の10年間供給サイドに偏った生産性重視の経済政策を進めたが、この政策により多くの人が失業する中で経済は低迷を続けた。また先週2月1日の予算委員会、塩崎委員のですね、質問に対しまして、生産性の向上といっても本当の意味でのイノベーションによる生産性の向上と、第二の道で進められたリストラによるコストカットの生産性の向上の2つがある。コストカットと称してリストラをやっても、マクロ経済的に見れば経済は全く拡大しなかった、このように答弁をされています。覚えてらっしゃると思います。自分のそれ答弁ですから。本当に総理の言う通りなのか、実態はまるで違うんですよ。図の8をご覧ください。2000年代に入ってですね、2004年から我々が政権にあった2008年までの5年間、雇用は実際182万人増えてるんですよ。確かにその後リーマンショックはありましたが、その後2009年から10年にかけて、民主党政権の時代ですよね、雇用は10万人減ってます。さらに政権交代後、新卒者の内定率、これが大幅に落ちてるんですよ。総理、間違った認識で過去の政策を批判するんではなくて、雇用や地方経済、今が一番深刻なんだ、こういう反省に立って景気対策、そして雇用対策を見直したらどうでしょうか。総理のご主張はよく分かっています。そして私が要約をさせていただきましたから、ご主張ではなくて私の質問にお答えください。菅直人内閣総理大臣。私がですね、第三の道と申し上げたのは、茂木さんよく お分かりの上で言われていると思いますが、まずは1980年代まで、以降ですね、ちょっと待ってください。ちゃんと言いますから、公共事業を中心とした景気刺激策が、結果として日本の大きい意味での成長には80年代に入ってつながらなかったと。そして2000年代に入っていわゆるこのコストカットというのはいろいろあります。しかし主に当時やられたコストカットはリストラでありました。その結果失業率も決して、失業率は下がりませんでしたし、また結果として GDP が、じゃあ成長が伸びたかというと、その時代もそれほどは伸びておりません。そして格差が拡大し、非正規雇用が極めて大きくなったことは、これは誰もが否定できないことだと思っております。そういった意味でですね、今日の状況がまだまだ厳しいことはその通りでありますが、やっと先日のデータでは失業率が 5% を切って 4.9% にもなりましたし、そういった意味で株価も若干上がってきましたし、日本の経済はリーマンショックのを経て今日かなり回復しつつあると、まさに1年半の前の政権交代以降の1年半を見ていただくと、客観的に言えば景気は少なくとも緩やかなりとも上昇しているというのは客観的な事実じゃないでしょうか。茂木君。客観的な事実は私がお示しをしております。2008年までは雇用が120万人増えている。そして2009年から2010年にかけては雇用は10万人減ってます。そして右側をご覧ください。良くなってる、今の就職内定率、この状況で良くなってる。今まだですね、就職が決まらなくて本当に毎日会社回りをやってる、こういう大学生がいるんですよ。
それを心配している親御さんがいるんですよ。それで今の状況が良くなっている、こういうこと自体が国民感覚が全く分かってない、こういうことになるんじゃないですか。もう一回答弁してください。茂木質疑者が数値を上げて質問をされてますから、できる限りその数値に対しても答えるようにしてください。菅直人内閣総理大臣。先ほど申し上げましたように、雇用についてはですね、一般的にはまだ失業率が高い水準にあって、ただ、4.9 に下がったということは、この雇用全体としては、データとしては出されているわけです。その中で、新卒者についての厳しさが、これまで以上に厳しいということは、十分理解をいたしております。それで、全力を挙げてですね、例えば、ジョブサポーターを倍増するとか、いろいろな形で匿名チームを作って、ミスマッチの解消など、中小企業とのミスマッチの解消などをですね、今全力を挙げて、進めているところです。そういった意味で、決して、新卒者についての雇用状態の厳しいことを分かってないわけではなくて、全体の中では少し上向いてきているけれども、新卒者については特に厳しいということで、特別な手当を打っていると、それはぜひご理解をいただきたいと思います。茂木君。きちんとしたですね、根拠を持たずに、自分の思いつきで発言をされると、なんか鳩山総理のですね、その国外、最低でも県外、言いながら迷走したのと全く同じような状況だ、こういう思いを持ったところでありますけど、もう少し具体的に聞かさせてもらいます。総理は先週の予算委員会でですね、我が党の塩崎議員、そして甘利議員との議論の中で、こう言ってるんです。小泉竹中さんの時代にやられたことは、ある自動車会社のように徹底的なリストラをやって V 字回復した、こういうふうに答弁されています。間違いないと思います。そこでお聞きします。徹底的なリストラ、菅さんにとってリストラというのはどういうことなのか、その定義を教えていただきたいと思います。さらにリストラによるコストカットでなぜ生産性が向上するのか、その点も説明してください。菅直人内閣総理大臣。リストラという普通の意味で言えば、過剰であるかないかいろいろありますけれども、人員を削減していくということを一般的にはリストラ、あるいは場合によったら正社員からいわゆる非正規社員に変えることもですね、人件費を抑えるという意味で、広い意味でのリストラという概念に入るかもしれません。それともう一つは何て言いますか。生産性向上。それによってコストカットして生産性を上げる。生産性に関して言えば、実は私はこれ第三次産業と第二次産業で生産性の考え方がかなり違っているんではないかということを言っておりますけれども、私いろいろ調べておりますが、製造メーカーの場合は、例えば年収500万円の人が一人で、例えば1台の車ができるとしたときに、それは年収250万円の人が同じものが1台できたとすれば、それはコストとしては安くなりますから、生産性が上がることになります。しかしそのことが、私が申し上げたのは、その会社にとっては確かにその通りなんですけれども、じゃあ、2人でやってたものを1人でやれるようになったときに、その余った一人の人が同じだけの給料をもらえる他の会社で仕事があればいいんですけども、その仕事がない状態で失業状態が続く、あるいは極めて、給料の安い非正規になってしまう、そういう状況が広がっていくと、日本全体としてのGDP 効果ということで言えば、決してプラスにならないという意味で、私は企業が一つの単位で、生産性を高める努力をすることは、企業としては
正しい選択だけれども、しかし、日本全体としては、やはり、失業率が高い段階では、逆に言えば、そのことによって、マクロ的には、日本経済にとって必ずしもプラスにならなかったのが、あの時のいわゆる小泉竹中改革だったと、このように申し上げているところです。茂木君。おそらくですね、総理がおっしゃっていること、労働生産性の話だと思うんですね、資本生産性とか、全要素生産性ではなくて、ただ生産性についてはここでレクチャーしてもしょうがありませんから、端的にですね、申し上げます。ある自動車改築、リストラによって V 字回復をした、全然実態が違うんですよ、図の9をご覧ください。これ総理が言うですね、リストラで V 字回復した自動車会社の業績です。有価証券報告書から取ったから間違いない数字です。新社長の下でですね、業績の V 字回復をしたのが2001年から2004年ですよ。確かに売上も収益も伸びてますけれど、社員数、これも増えてるんですよ。増えてます。総理のおっしゃってるリストラとは違うじゃないですか。民間会社の経営にかかる問題ですよ。陳謝の上撤回してください。菅直人内閣総理大臣。あまり個別企業のことをどこまで申し上げていいか分かりませんが、自分がおっしゃったことより自分で言ったことない。いや、ね、答えますから、そういう個別的なことをどこまで申し上げるべきか分かりませんが、私が理解していることで言えば、例えば下請けに対してですね、相当のコストカットを厳しく要求する、あるいは従来のような比較的温情主義的と言われたそういう関係をですね、ドライに割り切って、コストが安いところにどんどん下請けを変えていくということも含めて、かなりのそのリストラが行われたということを、私はもちろん報道ベースですけれども聞いております。ですから必ずしもですね、私はそのこの数字がどういう数字か、正社員の数字なのか、そういう下請けまで含めた数字なのか、さらには下請け企業に対するコストカットについても含まれた数字なのか、今見ただけで分かりませんけれども、私は一般的に言えば、その某有名会社は相当程度のコストカットのためのリストラをやったというのは一般的な評価ではないかと、こう思っております。茂木君。具体的な数字、有価証券報告書で取っておりますから間違いありません。そして総理の言ったリストラ、途中からその下請け、議事項上に書いてある、その上に数字、その上に書いてある、はい。総理、民間企業の問題、それも私から持ち出したんではなくて、総理がある自動車会社は徹底的なリストラでコストカットをやってという話をしたんです。間違ってるんですから、訂正をされた方が私はその会社のためにもいいと思います。菅直人内閣総理大臣。今始めていただいた資料ですので、一つはですね、ここに臨時雇用を含まずというのが一つ入っているのが一つと、この数字を見ますと、03年と04年の1年間で 1.5 倍になってますね。これ人数が11万9000と16万9000ですから、ですから私は初めて見ましたので、この数字についてはもう一度私の方でも確かめさせていただいて、もしそれは大きく間違っているということで、私の方の理解が間違っているということであれば、またそれなりの対応をさせていただきますが、臨時雇用の問題と、それから海外の雇用とかそういうものを含めてですね、どういう形になっているのか、海外雇用までこれ含んでいるのかどうか私には分かりませんので、それを含めて、言い逃れではなくて初めて見たデータですから、きちんと確かめて、お答えをさせていただきます。茂木君。本当に総理の言葉、この1時間の中でも全く信じられない、これは私だけじゃなくて、多くの国民がですね、持っている気持ちだと思います。それで最後にですね、総理が、政治生命をかけると言った税と社会保障の一体改革について聞きたいと思います。
政府は5日の土曜日にですね、社会保障に関する集中検討会議の初会合を開いて、社会保障と税の一体化の検討をスタートさせたわけであります。4月に社会保障改革の基本方針を、6月に税制などを含む一体改革の実施時期を明記した、工程表を取りまとめる、こういうふうにされております。最近流行っている川柳があるんですよ。川柳。自民党らしくなったね民主党と。自民党らしくなったね民主党と。原作はどうもですね、隣にいる進次郎さんのお父さんじゃないかということなんですけれど、確かに会議のメンバーを見ますとですね、与謝野大臣が入っている、柳沢元厚生労働大臣が入っている、そして福田政権時代の社会保障国民会議、麻生政権時代の安心社会実現会議の中心メンバーも入っている。これまでの議論の積み上げもあるわけでありますね。こういった最終報告、2つがきちんと出ております。これだけのメンバーだったらですね、この社会保障についての、取りまとめ、その基本方針、まとめるのにそんな私時間かかんないんじゃないかな、今までの議論もあるんで、そういうふうに思います。4月にですね、基本方針まとめるということなんですけど、今年の4月、統一地方選があります。最初、4月の10日が県議選の投票日です。国民の判断材料のためにも、4月の末なんて言わないでですね、年度内、3月末にきちんとまとめて、国民にですね、判断材料を提供したらどうかと思うんですけど、総理、いかがですか。予算の担当大臣。選挙の時期とか、そういう世間で起きる事柄を考慮に入れながらやっている作業ではなくて、国民のためにどういうものがベストかという視点から純粋な気持ちでやらせていただいております。茂木君。純粋な気持ちということは、4月に統一選挙がある、大変重要な選挙だと思います。そうするとその前に基本方針をお出しいただけますか。予算の担当大臣。作業のことですから、きちんと純粋な気持ちというのは、これを出して選挙に有利になろうとか、これを出したら不利になるだろうとか、そういう横島な考えは全く持たないで、国民の年金とか医療はどうあるべきだかと、そういう一点で議論をしていただきたいと思っております。茂木君。最後にですね、図の10をご覧いただきたいと、こんなふうに思います。今日いろんな議論をさせていただきましたが、マニフェスト、これも大きく変わっているわけですね。そのマニフェストについてですね、当初、民主党マニフェストで言ってきたこと、これはマニフェストは国民との約束だから4年間で必ず実施する、こういうふうに言ってたのがですね、今は使用発生策絶対公約についても財源が確保分できた分だけ、子ども手当は満額支給しない、暫定税率は維持、そして書いてなかった中間見直しまでやる、そして財政についてもですね、マニフェストの財源は無駄の削減と予算の組み替えで捻出する、4年間は消費税増税の必要はなしって言ってたのが、今年の6月に消費税を含む税と社会保障の一体改革を取りまとめる、そして経済政策についても供給サイドからディマンドサイドの家計の直接支援に転換をする、そして行き過ぎた規制緩和っていうのを批判したはずですよ。ところが供給サイドのですね、新成長戦略を作って、平成23年度の予算では元気な日本復活特別枠の重点項目にして、そして TPP への参加の検討と、行き過ぎた規制緩和と言いながら24分野のですね、市場開放を検討する、マニフェストを見ても財政を見ても経済政策を見ても180度の転換じゃないですか。消費税を上げるとか大きな政策転換があったときには解散総選挙で国民に信を問う、これがぶれない菅総理の私は言葉だと思うんですけれど、そうだったら即刻解散総選挙をすべきだと思います。今のですね、何も決められない、何も進められない、こういった今の状況から解散総選挙で国民に信を問って決める進める新しい政治、
こういう方向に持っていったらどうですか。菅さん、お答えください。総理。菅直人内閣総理大臣。まずこの表でありますが、特に最後のですね、新成長戦略について、私もこの取りまとめの最初の段階から担当しておりますが、やはり日本のこの経済の低迷の20年間続いたものをいかに回復するかということで、まさに第三の道を含めてですね、潜在的な需要のあるところに資金を投じる、あるいはアジアの成長を日本の成長につなげていく、そういうことを申し上げてきたのは最初からでありまして、決して何かマニフェストと矛盾したことを申し上げているわけではありません。それに加えて申し上げれば、今社会保障と税の一体改革、あるいはこの経済連携と農業改革、まさにこれまで、なかなか進まなかった問題を本格的に取り組もうといたしているわけでありまして、今この段階で解散とかそういったことは全く考えておりません。先ほどの A 社の数字につきまして、考えをまとめて昼の理事会にまで提出するように、私の方から要請をしておきましたのでご理解ください。茂木君。1時間10分質問させていただきましたが、残念ながら私なりにですね、きちんとデータを示して事実に基づいて真摯にお聞きをしたつもりですが、逃げの答弁に終始をされたな、極めて残念だ、こんなふうに思っています。最後の点については、私はですね、その税と社会保障の一体改革をやることが悪いと、そんなことを申し上げてるんじゃないんです。それが1年半前と明らかに変わってるじゃないですか、言ってきたこととやってることが変わってるじゃないですか。ですから解散総選挙で芯を取ってオールクリアにして新しい時代を作ったらどうですか、こういうことを申し上げているわけであります。今日では時間が足りませんから、改めてですね、集中審議お願いを申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。この際、棚橋康文君から関連質疑の申し出があります。